はい、どうも、ニャッキーと申します。今回は自分の漫画、漫才少女キャバクラ営業編を週刊少年マガジンさんに持ち込みしたら、両対応だったという体験談をお伝えいたします。まずは今回持ち込んだ私の漫画を紹介します。はい、私、ニャッキーの漫画、漫才少女キャバクラ営業編を紹介いたします。まずタイトルが漫才少女キャバクラ営業編で、原作作画が私ニョッキーでございます。女子高生漫才コンビがキャバクラにお笑いの営業をするという話です。私はもともとアマチュアお笑い芸人を経験していまして、実際にキャバクラに営業に行った経験がありまして、それをキャラクターを女子高生芸人に置き換えて書きました。作中のギャグ以外や、固有名詞以外はほぼ実話でございます。現在ジャンプルーキーなどのアマチュア用漫画サイトで公開しております。ですが閲覧数もコメントも少ないです。さらにですね、2019年にナンバーナインさんから電子書籍として100円で出版させていただきましたが、なんと一冊も売れていません。これらのことから魅力もなくクオリティの低い作品であることは重々承知しております。でも個人的には愛着のある大好きな作品です。つまらない作品ですけども、まあ見てやろうという方はご覧いただけると大変嬉しいです。以上、漫才少女キャバクラ営業編の紹介でございました。はい、私は2010年に一度ジャンプスクエアさんとヤングガンガンさんにリアル持ち込みをして、その際ボロクソでした。まあそれは置いといて、私、メンタルが弱いのでウェブ持ち込みでメールでコメントがもらえるものに片っ端から応募しました。その中で今回は週刊少年マガジンさんからの温かいアドバイスを紹介いたします。こちらです。まず、キャバクラでお笑いの営業という思わず興味を引いてしまう、抱いてしまうようなキャッチーなコンセプトが面白かったです。はい、やはり設定はまあ客観的に面白いものだとまあ自信が出ましたね。次、そしてまだ演技荒さは感じられるものの、キャラクターをいろんな表情で豊かに描こうとしており、読者を楽しませる意識が感じられた点も良かったです。まあ私画力がないのでボロクソでもおかしくはないんですけども、表情などいいところを探してくれて褒めてくれています。次、その上で一点非常に惜しかったのは、主人公たちがどういった人たちなのか、そのキャラクター性について伝える前に新キャラが登場し、展開や状況が次々と進むため、主人公たちがどうなることに期待すればいいのか分かりづらく、読者が置いてけぼりになってしまっていた点です。はい。まあ確かにですね、実はキャラクターの説明をそもそも考えてなかったので、ここが不足しているっていうのはよく分かりました。で、そこをしっかりと言葉をも優しくアドバイスしてくれています。次、漫画は単に何が起きたかではなく、どんなやつに何が起きたかにこそ面白さが生まれるものです。はい、さすがプロというなるほどと言えるアドバイスですね。次、序盤で主人公たちがどんな面白いキャラなのか、またどういった思いや価値観を持っているのかなど、動きのあるシーンやリアクションなどの中でもう一歩丁寧に読者に伝えておいてあげられると、より読者が楽しみやすい作品になったかと思います。はい、全体的にですね、なるべく褒めて伸ばすという方針と感じられて、応援するという形で終わっております。はい、以上なんですけども、このように、なるべく褒めるところを探してくれて、ダメ出しにならないようにアドバイスしてくれてますね。ただ誤解のないようにお願いしたいんですけども、まあ褒めてはいただきましたが、まあ担当がつかないという結果であり、私の作品がつまらないことは自覚しております。週刊少年マガジンさんのおっしゃることは正しくて非常に感謝しております。この内容が漫画家志望の方の反面教師になれば幸いです。以上、週刊少年マガジンさんの持ち込み体験談でございました。ありがとうございました。